数日間探しまくったけど、見つからないと。周りの人たちも、もうこれ失敗だろうと私に対して思っていると。やばいな。これは私の失敗だと認めると。これを認めると、なんていうんですかね、謙虚っていう、ね、トレートがつくのと、ただし、プレステージが面目丸つぶれですので、20ポイント減っちゃうよと。ただ、武力がプラス1上がると。もしくは、これは私のせいじゃないと。他人のせいだった。ああ。あまりこの、なんていうの、正義に対して関心がない人になっちゃうね。どうしよう。プレステージを減ってでもハンプルになりましょう。ね。常に王道で行きたいですね。私のですね、この才能のないドゥールがですね、アイデアを持ちかけてきました。モニュメントに、まあ何かこう、文化的なステータスをつけましょうと。それによって国民があなたをもう少しこう、なんていうんだろうな、支配者として、気づくでしょうと。尊敬するでしょうと。なので、お金をください。3.95。ゴールド。もしくは、私はちょっとそう思わないよという答えて、ドゥールとの仲を悪くするか。まあ、4ゴールドぐらいあげましょう。やらせましょう。ね。しかもこれ、ドゥールの、この私への評価さらに上がるので、4ゴールドぐらい惜しくないですね。頑張ってくれ。だけど、ドゥール、ずっとドゥールじゃないん、あれ2じゃね。2だったらドゥールの方がいいかな。1だけど。信頼関係あるし。でも、ドゥールがこのポジションにずっといることはあんまりないかもしれないね。ここと同盟を組んどくかな。ちょっと怖いんだよな。ここと組んじゃうと自分の領主が、そもそも同盟組めないね。ああ。なんかね、こことここが仲悪いんじゃないかな。そういう意味で同盟組めないのかも。独立戦争をやりたいな。ゆくゆくは。これね、インディペンデンス。上司に向かってもう僕はあなたの支配下にいないぞと。そんなことやったら多分総攻撃に遭うんでしょうね。ああ、もうここまで来てんの？ここまでか。なんかいい手を考えないと。外交的な状況。こことは非常に密接ですね。あんまりな。お、結婚したからマリージタイですね。結婚での結びつきが15っていうポイントでつきました。若き三代ですね。私の弟がですね、非常にエネルギッシュで、またいろんなこの強い意志を持っているってことですね。その力をいいものに使いなさいと。もしくは、人生は君のものだと。まあ、どれにしようかな。いい風に使いなさいですね。ジャスト。正義。正義のトレートが多分ついたんでしょう。三代さんには。後継者ですね、私の。万が一、死んだ時に。孫外と一緒にここを攻めたいね。よいしょ。うまくいけば、ここは取れるかもしれない。ねえ、侵略戦争するか、属国にするかですね。
できたら侵略戦争にしたいですね。そうすると領土そのものがごっそり取れるんでね。お、こう弓矢の練習というか、まあ狩りの時にですね、デュールと行ってたんですけども、いろいろと話をしていく中で信仰が合っていたり、いろいろなことが共通点が多いぞということが分かったと。お、もっといろいろ話そうよと言うとデュールに。そうすると我々は非常に身近な友達になりますね。もうこれで終わり。どうしよう。ドゥールと非常にいい関係なんだけど、ドゥールね、あ、でもコンテントがあるからいいよな。才能は低いけど、満足っていう、そもそも生きてるので満足っていう、こう、充実感があるから、裏切ることないから、ひょっとしたらいい相談役になるのかもしれないね。ということで、クローズドフレンドですね。親友になった。親友になったからプラス100。すごい。非常に信頼されてる。これは、ひょっとしたらいいかもしれない。その反面ですね。私の妹が非常にやばいですね。野心家な妹がいますね。よいしょっと。さあ、私の妹と、青年になりました。バシ、結婚になります。さあ、当然、女系、女性型の結婚は許されないので、女系結婚は許されないので、女系結婚っていうのかな、わかんないですけど。これで奥さん向こう行くことになります。行ってらっしゃいと。よいしょ。これでさらにね、結びつきが強くなるんでしょう。よいしょと結婚した。しかも、また、威厳を取りましたので500に、念願の500になりました。つまり戦争ができるということですね。よし。え、ドゥールがですね、モニュメントにこう文化的なステータスをつけたいということでお金をせびってきましたね。そして、ようやくそれが実ったと。さあ、そこに行ってみたらですね、モニュメントを見てみたら、ドゥールの大きいバージョンの銅像が立っていたと。一つ言えるのは、ドゥール、リアルなドゥールよりも、いい顔つきだって。ふざけんなっていうことですね。もう、なんだこれは。マイナス10。関係マイナス10。ドゥールが、プレイステージ200ゲットしたら、もう、ドゥール飛んだやつでしたね。親友だと思ったのに。崩せと。もうなんだ、ドゥール。プレステージ、ドゥールはどうなのよ。300持ってるよ、もう嫌だな。ドゥールとライバルになっちゃう。もういい、もう、もうドゥールのモニュメント、ドゥールどうぞ、ドゥールどうぞあっても意味ないですからね。ふざけてますよね、親友だと思ってたのに。どうしよう、気使おうかな、それとも。嫌でしょ。崩せって怒ろう。もうライバルですよ、もう。一気に。もう友達解消の、しかももう一気にライバル。ドゥール、国内追放だ。もう次やったらプリズン行きだからね。もういい。もうなんか、ドゥールじゃない、あいつにしちゃうかな。こっちがまだマシじゃないの。もうこっちがやった。二の人。よし。ね。よし、レジェント作って。ちょっとは、ドゥールよりも、ね、ポイント高いから。てか、もっといい人本当は欲しいね。ドゥールとの親友関係、本当はあっという間でしたね。さあ。これはね。あれ？トライバルアーミーが作れない。500持ってるよ。プレステージ。うん。お、また。兵士大募集してますね。いいですね。なんでできないのこれ。
あ、戦闘中にできるんだ。戦闘になった瞬間にここが解除されていけるのか。で、ちなみに私の妹だよね。12歳。妹はね、これかな。違う。スパイになれるだろうか。ら。いいや。ディプロマシーでいいや。どうせ結婚しちゃうし。ね。どうなんだろう。この兵力も狙いまくってますけど、徐々に減ってるけど、まだ、立ってますね。俺増えた？増えたよね。